てこれほら、半熟の黄身が垂れてきてます、うん、今朝の4時半なんですけど、外からね変な音がするんですよ。変な鳴き声がするんよな。あ、止まった。今時間が8時53分です。このねカンガルーテントの中は18度になりますね。そしてこのテントの外ですね、幕の外は7度になりますよ。これこのねカンガルースタイルめっちゃあったかいです。やっぱりこのね綿の生地と、これ綿の生地がまたね結露してないんで、またいい、これいいですよ。これこっちの幕の方はねめっちゃ結露してます。びっちょびちょになってます。このカンガルースタイルは冬におすすめですよ。これめっちゃいい。今からね朝ごはんの方作っていきますね。朝ごはんの方、これ今日はね道の駅で買ったこの食材を使って作っていきたいと思いますね。せせらい街道の卵、コケコッコ村の卵になりますね。これねコクがあってね生臭くないらしいですよ。これしかもね案外大きめ、美味しそうです。これね、そして次はトマトになりますね。トマトの方も買いました。やっぱり明豊といえば明豊ハムですよね。明豊ハム有名ですからね。こちらです。一度食べてみたかったねミルクプリンになりますね。これ美味しそうですよね。これ何なんかな思って、これと飛騨牛乳、そしてワンちゃんたちに明豊のジビエ肉になりますね。ワンちゃんのねお肉売ってるんですよ。これジビエの干し肉になりますね。ご飯の方用意していきますね。今日の朝ごはんベーコンエッグです。
しかも肉厚、これステーキ並みですよね。よし、明宝ハムの方切っていきますね。明宝ハムってこうやって切っていくのかな、これ手元を切っていくんですかね、これ。お、美味しそう。あ、斜めになっちゃった、滑っていっちゃったな。これね、アサリちゃんです。アサリちゃん、畳じゃないです、アサリちゃんです。あ、うわ、すげえ、案外量あるの。よし、あちゃ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 、お、浮いてますね。煮立ってきたのね。このキューピー3分クッキングのチャウダーの素と牛乳の方入れたいと思いますね。こうです。こうこうの、うわ、よし、こんなもんかな。よし、今日はね、食パンの方買ってきましたよ。うまそうです。なるべくね、ちょっと厚めで。お、いい感じ、しっとり切っててわかる、このしっとり感。よっしゃ、まあ、これ分厚すぎたか、ちょっとこれ、ね、分厚くてもうまいから。ちょっとね、表面炙ってこれでサンドイッチしちゃいますね。お、めっちゃいい感じ、いい感じやわこれ。うわ、カリカリ、触った感じカリカリ。餅焼きてー、これ、早く餅焼きてもう焼けたわこれ。ファイヤー。うわ、うまそう、これうまそう、やべえ、これやべえな。よし、お、うまそう、めっちゃうまそう。あ、もうこれ火から離そう、これやべえな、これうまそう、これ余熱でもう取っちゃいますね、これね。蓋しとこ、ちょっと。よし、お、めっちゃうまそう、いい感じに焼けとるわ。ちょっとね、これ塩コショウしていこう、ちょっと。っていうか、これ塩コショウあんまりしないですよね、これ。特にベーコンがあるときは、ベーコンでね、案外
塩気が効いてるから。よし、まずはこいつです。こいつね、ベーコンちょっとでかすぎるな。ナイフで切っちゃいますね。ベーコンちょっとでかすぎるよ、パンに挟むね。よし、切り分けれたらこれいつよ。ちょっとこっちのせーの、黄身の方ね、これ引っ張り込もう。よっしゃ。そしてもう一個卵、よっしゃ。そしてまた卵も乗せちゃいます。乗せちゃいました。やべえ、これこれやばい。そしてちょっと待てよ、これベーコンもう一個いっちゃう。これベーコンまだまだいっちゃいますよ。これこのベーコンドンと乗せて、卵落ちるわ、卵落ちるわ、卵落ちちゃう。俺こいつで食べちゃいますね。この感じ美味しそうでしょ、これっていうかでかすぎる。見てこれ、ほら半熟の黄身が垂れてきてます。この感じ美味しそうですよね。あ、っていうかこの前にね、マヨネーズ忘れてました。よし、どうか、これでどうだ。よし、食べていきますよ、これていうか、パンがまず、まずだ、うん、この塩気と香ばしさ、うめ。でも、まだパンは食べれてもらう。パン、これどうやって食べる。これパンだけで、わ、パンうめ。うわ、うわ、うん、うまっ、最高や。このパン耳もうめえ、初めてよ。クラムチャウダーも食べていきますね。おー、あーでも熱いけど、めっちゃアシャリの味が出てます。香りめちゃくちゃいい。うわー、これ食パンつけて食ってもうめえやつや。これアサリの味全開、アサリがいいわこれ。よし、それじゃね、明宝ハムのハム、あ、柚子も食べていきます。食べていきますね、これね。ゆずちょっとさっきからハムに夢中やな、こいつ。うまそう。あ、こっちはちょっと冷えてますね。あ、これ炙った方がよかったね、ちょっと。うん、うん、うまい。普通にうまい。冷えててもうまい。温めたらなおさら美味しいでしょ、これ。よし、次はね、明宝ハム使って作っていきますね。っていうかね、これさっきね、トマト入れるの忘れたんですよね。熱っ、あっしゃ、これこれトマト入れて、これかなり高いな、これ真ん中寄りすぎてるな、これ。っていうかマヨネーズいっときますね。マヨネーズもうほとんどねえな。よし、トマトがこれまたうまい。この明宝ハムの塩気がね、案外強いんですよ。なんかちょうど良くなりましたね。明宝ジビエ、鹿肉ジャーキーの方開けていきますね。
さあ、ゆうちゃんたちのご飯ですね。ご飯ですよ。お、こんな感じ。あ、お肉のいい香りだ。干し物の感じの香りしてますね。もうゆうちゃんがすぐ寄ってきてる。ちょっとちっちゃいの食べてみるか。あずきもちょっと食べてみるか。あずき食べよう、食べ、あ、食べへん。あら、大丈夫、こっちな。全然。あ、ゆずばあさん、ゆずばあさん、あら、食べれんよ。食べれませんよ、ゆずばあさん。ゆずばあさん、分かっとるやろ。これだけ食べれる。よし、ゆずばあさん、あ、ごめん、顎に引っかかっとる。口に引っかかっとる。待て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 、よいしょ、待て、よし、よし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 。お、まだ何食ったんやけど。ジビエか、これは。ジビエ食ったらなんか硬そうやもん。ジビエうまいやな。うまいな。待て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 初めて茹で卵っていうか、もう何でもかんでも食っとる。がむしゃらに食っとる感じやな。なんでジビエだけ綺麗に残っとんねん。それ枝やん、それの。てかジビエなあ、カラメルついてる。カラメルやこれ。カラメルついてる。ゴム風船みたいなのに入ってるよこれ。どうやって開けんのこれ。っていうか、え、じゃろ。あんが一瞬や。これ破片がほんまどっかあるな。これ あったあったあった。とろーっと。お、うまそう。この感じ。よし、食べる。案外弾力あるね、これ。うん。わ、かなり甘みあるね。でも、うまっ。ブルンブルンですよ、これ。ブルンブルンのね、案外固めのプリンになりますね。ほら。置く置く置く。それでは帰りたいと思いますね。それでは帰りますね。あー、よかったな、ゆず。あー、どこやろ。
田牛乳 100% 使っているらしいですよ。さっぱり系になりますね。美味しい。うん、私たちの